なんと禍々しい気を放つ剣か。だがそれゆえに鎌倉殿にはふさわしい。そんなことはねえな。ん？その剣、ソウルエッジは俺がもらう。いきなり現れて面白いことを言う。ソウルエッジと申すか、この剣は。そんなことも知らずに手出そうとしてやがったか。後から現れおったというに、ふざけた男よ。しばらくおらぬうちに侍も落ちたものよな。ごたくなんぞ聞いちゃいねえ。しばらくおらぬうちだと？それにこいつのこの格好、いつの時代の甲冑だ。おまけに取り巻きはあやかしの類と来てやがる。まあよい。どのみち見られたからには生かしておく道理もない。この義経の手にかかることを誉れにするがよい。へへへへ、わかりやすくて安心したぜ。強い奴の総取り、そうでなくっちゃな。分かったような口を聞く。無粋な信氏風情が、殺して死んぜよ。三剣だ、覚えとけ。やるではないか。痩せっぽっちの骸骨風情に俺をどうこうできるか。次は貴様だ、覚悟しろ。なかなか威勢のいい男だ。久しい、久しいぞこの空気。この男、戦場に流れる気をまとうておる。何？うむか。よもやと思うて来てみれば難儀のようで、牛若様。よ遊んでおっただけよ、鬼若。ウヌの力借りるまでもない。牛若に鬼若、どこかで聞いたような名だが関係ねえ。まとめて相手をしてやるぜ。我らの名も地に落ちたものよ。牛若は源の九郎義経、そして鬼若武蔵坊弁慶。数百年前にそのような者たちがいたと聞く。ふん、気配がない。何やつ。
して待てが。語りかはたまた本人か、そこまではわからぬがな。貴様、今までずっと見ていやがったな。当然だ。鬱陶しいイノシシ武者が切られるまで待つつもりだったが、状況が変わったようなのでな。面白いぞ娘で、どうする。知れたこと。貴様ら人外のものを封じ、ソウルエッジをいただく。け、めんどくせえ。貴様らまとめて刀の錆だ。このアホ侍が、後で相手をしてやる。今はこの者たちを先にせい。ふん、確かにそうか。仕方ねえ。そんなこと言っといて背中から俺を切るんじゃねえぞ。なるほど、それも手か。抜かせ、行くぞ。邪魔をするな。貴様ら、なんか怖い人と。なんか怪生物と。ひろみちゃん、大丈夫？一体何がどうなったんですか、先輩。辺境警備隊って、
爆突野郎の？誰が爆突野郎ですって？私は女よ。まずいですわね、こんな時に。先輩、先輩、あれを。オクティ、間違いない、オクティ族だわ。トラン様、リーバードもいます。あー、もう何が起こってるのよ。一切なし、そのつもりでいてね。そこね、いや、よっ、はい、そこ、ホームミサイル。敵沈黙しました。ビクトリーです。さて、どこから行くか。はい、はい、メッセージ。やっ、やっ、やっ、せい、やっ、やっ、はい、やっ、やっ、せい。己の分をわきまえておれば。
とっちめますわよ。ロックオン。はっしゃー。大爆発発生。食らいなさい。バズーカよ。勝って当然。私を誰だと思って？作戦開始。攻撃開始しますよ。よっしゃ、いくわよ、発射。作戦終了。上出来じゃないかしら。地上の閲楽とな。ならば切り捨てられ、野にさらされる覚悟もできていような。な、この声は。久しいな、義経弁慶。影地獄ウヌカ。今度は何者だ。様子がおかしいぞ。影地獄、連中が過去の亡霊の類と考えれば同時だ。悪七病へ影地獄のことか。太郎介か。なぜお前が。相変わらずたまらん格好してるじゃん。
セクハラ。ふざけるな。質問に答えろ。誰だあの小僧は。タロスケ、人の身でありながら魔界と天界を歩き通したワッパだ。サンズの川を抜け出した連中を退治しなきゃならなくてさ。サンズの川、そして天界に魔界。ちょっと何を言ってるんですの。少し読めたわ先輩。タロスケ、その男は味方と考えていいんだな。そういうことな、過激屋の兄ちゃん。すべて切る。ダメだっつーの。あの姉ちゃんたちが戦ってる相手だけにしろってば。あの悪いやつらだけでお願いします。承知。疲れるな。感激よ、よもやうぬまでが。問答無用、参る。任せよ。見せてみよ。うのめ、うつけめ。ねえ、うつけめ、うつけめ。次はもっとガンガン行くから。承知。子孫寺は望むところではない。しようぞ。次は首に殺してくれる。行きますよ。
さて、どこから行くか。長く苦しめるつもりはなかったが、許せ。任せよ。刮目せよ、我が立ち筋を。うなる。念力せよ。うなる。うなる。切り捨て。念力せよ。我が肉体は鋼と同じよ。
邪魔するな。この身滅ぼせはせぬ。この子に受けてみやがれ。何さん、うん、命拾いしやがったな。
これで最後の一体。いつまでもこんなところで足止めをされているわけには。またこのまま消耗戦になってしまえば私の方が不利。彼がいてくれれば。いえ、それは私が決めたこと。参ります。私は戦い進むことしかできません。やったー、風切りの石、分身の術、竜巻の術、真空の刃。どうやら決着がついたようですね。ものを野放しにはできません。真空の分身の術、風切りの石。悪は滅びる定めにあるのです。いけない、このままでは。ほう、先客がいるようだ。先を越されちゃったみたいね。誰です？魔界村か。
本当に以前と変わらんな。改造くらいすればいいのにね、ガーデニングとか。あなた方は？あら、これはこれは。ほほう、まさかこんな場所でお会いしようとはな。女神イシター直属の乙女の騎士、ワルキューレ。ふーん、清純派っていうのも悪くないものね。人気あるでしょ、あなた。あなた方も魔界村の軍門に下ったのですか。デミトリ・マキシモフ、モリガン・アースランド。口の聞き方に気をつけろ。悪魔どもの手にかかる前に私が始末をつけてもいいのだぞ。かかってくるならば私は構いません。はいはい、そこまで。もう気まじめなんだから軽く流せばいいのよ。あなたも大人げないわ、読んでみてみ。おかしな呼び名をつけるな。魔界村と無関係だというのならばどうしてこちらに。面白そうだったから。じゃあ答えになってないかしら。少なくとも刺激的な体験はできそうじゃなくて。そんなに甘いものではありません。この程度の連中に手こずるようでは乙女の騎士の実力もたかが知れているようだな。あんまり気にしないでね、ワルちゃん。こいつ言うことは大きいから。モリガン。奇妙な呼び方はやめてください。さて楽しみましょうか。夜はこれから。私が最高の世界に連れて行ってあげる。この先どんな夢に出会えるのか楽しみね。行くぞ。仕方ない、遊んでやるとしよう。わからないかね、私の絶対の強さ。踊りましょう。愚かな。
よ、あなた。私を満足させることはできないのね。もう私？つまみ食いしちゃおうかしら。今まで味わったことのない快感でしょう。任せて。取らねばならぬ時なのですね。風切りの石、分身の術、竜巻の術。この戦いが正しかったと信じます。それはどうかな？何？ちょっとちょっと、すごい数。これが本体。やはり半数近くがドルアーガの軍勢。魔界村とドルアーガノと、そんな恐ろしいことが。騒がしいと思って来てみれば、なかなか豪華な顔ぶれだな。マキシモフ家、アーンスランド家の領当主、それからあなたは乙女の騎士、ワルキューレとはな。相棒の姿が見えないようだが、ついに命を落としたか。そうさせないために私一人なのです。なるほど、お優しいことだ。だが本当の戦士にとって、それはこの上ない屈辱だ。その男が波の戦士であることを祈るのだな。